ありのままの犬で。僕もあんな風にかっこよくなりたいのです。あのね、ハルさん、かっこよく見られたいと思ううちはかっこ悪いよ。かっこ悪くてもいいって思うやつを私はかっこいいって思うけどな。はっ、僕はご主人に拾っていただいたというのにとんだ心得違いをしていました。ご主人はこんな僕だからこそ受け入れてくださったのです。ならば僕はご主人の忠犬として常に胸を張るべきだったのです。ですよね、ご主人。だね。言えない。あの時食材だと思って捕まえただなんて。